ではですね、フロント周りからご紹介させていただきます。まずはですね、GR8 ユーロボンデッドになります。こちらもですね、まあ、全体もそうなんですけども、ボンネットもフロリング、こちらの方もラッピング塗装がされております。下ですね、フロントの、ユーロスになります。そうですね。サイドに回りまして、はい、サブセットバージョン3。こちらになりますね。こちらも一体感があって、非常にかっこいい仕上がりになっております。また、ホイールです。こちら。有名なボルクレーシング、まあ、フェイズさんの有名なブランドですよね。こちらと共同開発のですね、GR8 オリジナルの、ホイール18インチになります。また、その中のブレーキキャリパー、こちらの方も、GR8 のオリジナルとなっております。はい。はい、続きましてですね、ギアバンパーですね。はい。ワイド用のギアバンパーです。通常であると、ここに足場があるんですけども、こちらはですね、足場はない、加工になっております。また続きまして、こちら、ギアのルーフスポイラーになります。主張しすぎず、シンプルなデザインになっております。はい、それではですね、車内の方に移らせていただきます。まずはこちら、GR8 オリジナルの、アシストグリップになります。このアルミの感じでですね、非常に重厚な感じが出ております。次にですね、こちらですね、フロントのダッシュマットになります。ロゴが入ってますね。はい、刺繍ですごく綺麗に、やってあります。で、続きましてこちらですね、非常にこれ、ご好評をいただいております。GR8 オリジナルのUSB スイッチホールカバーになります。で、次にこちらも非常に好評をいただいております。シートカバーこうダイヤのカットですね、白いステッチが入っております。耐久性にも優れまして、お客様にもご好評をいただいております。はい、はい、噛んでしまいました。はい、次はですね、ワイド用の、センターコンソールになります。開けますと非常に大きな、なんだっけ、大きなスペースですね。そうです、スペースがたくさんあります。使い勝手がすごい良さそうですね。そうですね、はい。で、まあ、標準のもの、まあ、純正のものと比べると幅がかなりありますので、アームレストとかそういったものも必要なくなります。また、携帯であったりとか、おタバコであったりとか、ジュースであったりとか、そういったものも楽に置けますので、よかったら、ご検討ください。はい、続きましてですね、こちら、見えますかね。はい、フロントのデッキカバーになります。このようにステッチも入って、塗り分けもされております。清潔に保つっていう形でですね、これをご活用いただければと思います。続きまして、フロントのですね、3D マット、しっかりとロゴも入っております。はい、ではですね、次はですね、後ろに回りました。後ろはこちら、フロントとですね、同じように、分けてありますけども、これもデッキカバーになります。質感もすごく良くてですね、こちらも、多くのお客様に、ご好評をいただいております。続いて後ろ下ですね、こちらはリアの、ダッシュマットになります。ダッシュマット、 3D マットになります。 3D マット、はい、真ん中にエンブレムがあってこれもかっこいいですね。質感も高いです。では最後に後ろです。こう開けますと、こういう感じで、オリジナルのですね、ベッドキットが備わっております。
このですね、厚さも非常に厚くてですね、頑丈な作りで、うちの川崎が持ってもですね、大丈夫です。アウレンテン出たらダメ。下はどうなってるんですかね。ちょっとこういう感じでですね、はいはい、こちらの方にも、こういう施工がされておりますので、はい、でこういう風にシールが貼ってあります。順番も、分かりやすいようになっておりますので、一度取り外した時も分かりにくくはなっておりません。これ高さ調節とかってできるんですか。そうですね、5段階のですね調節ができます。用途に合わせて、こちらのですね調節をしていただければと思います。はい、今日はですね、JR とオリジナルデモカーのですね、ご紹介をさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。このお車はですね、JR の春日井店に常時、展示してございます。一度来たいなという方がいらっしゃったらぜひ、お気軽にご来店ください。今日はご視聴ありがとうございました。